受験勉強とかも結構前からちゃんんとコツコツやったんですか大学はもうどっちでもいいやって思ってた時期が高校12、うん、年ぐらいだったんですよ、うん、あんまり進学欲求がなくてその時やっぱ結構0点とか普通にやっぱ定期講座も取ってて0点取るのも結構難しくないからなんかいやもう選択肢とかあるじゃないですかはい,やもいやでも物理とか数学はやっぱ0点出ますねあ でやっぱ数学物理が本当に遅れてで、3年になってからちょっと、やっぱ受験しといた方がいいかなみたいな、大学が面白いってものがなんとなく分かってきて、とりあえず進学しようかなってなった時に、結構そこは1年ぐらい計画立てて、詰め込みですけどやりましたねじゃあ、高3で1年間で一気に大学、合格いや。むちゃくちゃやりましたね、その時は。